これ欲しい、これ買い取られてるから。どうも、衣服の二郎です。お願いします。今日はね、なんとはな、いや、本気ありすぎやろ。どこって感じやねんけど、こちら奈良でございます。いやー、来ましたね。いや、あのね、鈴木道也さん、はい、我らが師匠にね、師匠が今日ちょっと お呼ばれしたのでね、はい、今西家書院という、なんかもう由緒しか感じられない、うん、ところにね、大丈夫、俺らできんなって今日はね、あの、はい、道也師匠から子とかについてちょっと見せたいものがあると。見せたいもの、はい、中にも道也さんスタンバってると思うんでね、行きましょう、もう今西家に。いや、うわすごすごいよこれ。こんなおしゃれなところに呼んでおいた、我らが師匠、こんにちは。あ、こんにちは。お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。はい、いや、ちょっと今回は過去感についていろいろお話しいただけるということで、はいはい、よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。ね、はい、舞い上がって吐き込んできちゃいましたよ。いや、吐き込んできましたよ。まだまだ、じゃまだまだなんですけど。どんな感じですか？いや、結構個人的には他の持ってるどの靴よりも、うん、エイジング早かったかなって思って。はい、はい、特にその革はね、わかります。そうですね。はい、まあ、なんでかっていうのも、うん、多分工場で見てもらうと。工場、はい、分かると思うんですけど、工場、はい、今日はじゃあ工場見学ということで、ぜひぜひ今日行く工場は、はい、太郎さんが履いてる一枚革サイドコアの工場に行くので。マジですか、お、はい、やったずる俺だけ見れてそれの製造工程を見ながらさらに愛着を深めてもらおうと。うわ、楽しみやなそれ、ありがたい。東映さんはどうですか、あの、あ、この一枚革スリッポン、はい、栃木レザー、はい、いやもうね、なんていうか、栃木レザーで結構もんでオイルもあるっていうことで、うんうんうん、そのすごい柔らかい感じがいや、はい、見てて、ね、しなやかさがね、うん、伝わってくる、うん、革靴ってこんな優しかったっけみたいないやでも俺もちょっと似たような感じで、そういい意味でも、うんうん、すごく馴染みが良くて、で本当ね、あのコトカでもよく言うのは、はい、あの一枚の革が足を包むような履き心地って言うんですけど、そういう履き心地だと思うんですよね、はい、うん、でも、まあ、ちょっとこの栃木レザーと辰野ロービキレザーっていうその福太郎さんの普通の革とはちょっと履いた感じの感触は違います。いや、これめちゃめちゃ面白い革ですよ、これ、うん、ほんまに他にないというかね、うんうん、じゃあ早速、あの、なんでそうなるかっていうのも含めて工場で見てください。うわ、ちょっと、じゃあ早速行きましょうか、はい、お願いします、はい、じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。こっちです。おお、で、コトカって、はい、あの、この近辺の靴メーカーさん7社が分担して作ってるんですけど、はい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 、7社でね、うん、今あの福太郎さんが履いている一枚革サイドゴアはここで作ってるんですね、はいはい、なので今日はその製造工程を海の親にもらいましょう、はい、はい、会いに行きたいと思いますおはようございます。おはようございます。お世話になります。はい、あの、トロベルシューズの社長の寺岡さんです。寺岡です。よろしくお願いします。今日はよろしくお願いします。いい服の福太郎と申します。お願いします。はい、じゃあ今日はあの福太郎さんに一枚革サイドゴアを履いていただいてるんです。コトカの一枚革サイドゴア、はい、で、なんでその、あの、製造工程を見せていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします、はい、いや、靴の、ね、構造とかはなんかネットとかの画像では分かるんですけど、実際どう、ね、なかなかね、どう作ってるかっていうのは、ね、なかなか見る機会ないですしね。ましてやね、自分が履いてる靴の製造工程を見ることってなかなかないですね。どうぞ。おお、うわ、革、うわ、革、はい、すごいのある。うわ、これがコトカの革なんですけど、はい、あ、これが、はい、あの裁断の方、そうですね、すごいね。まあ、じゃあとりあえず裁断見て、はい、あっちの皮を見ましょうか。あ、もうバーンみたいな感じですか。そうです、バーン。うお、これが、おお、ね、熱いからちょっと強めに調整しとかないと綺麗に抜けないですね。え、ちょっと、もういいですか。はい、うわあ、なんか一気にこの洗練されたというか、うん、このでっかい革が、原美じゃないわ、まあ、靴の、ね、からこの最初の段階ですけど、これが、そう、特にこれになると、そう、この一枚革サイドゴアはこの革一枚だけなんですよ、はい、へえ。普通はサイドゴアって何枚かの小さ、もうちょっとちっちゃなパーツを塗って、はい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 、ライニングを塗ってって作るんですけど、はい、コトカの場合はこれ一枚なんです。なので一枚革、一枚革ですね、これは、はい
めちゃめちゃ1枚だいぶ履き味に出てますね、はい、これは出てますね。かなりこういう作り方は珍しいと思います。皮の曲がってる感じが、そうですね、皮がね、うん、あのライニングって薄いライニングつけても皮 の, あの銀面ってい う, こう一番、はい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 、密度高いところを合わせることで、うん、いわゆるバイアス効果があるんですよ。伸びにくくなるんですよ、はいはいはい、だから形崩れしにくいけど、うん、馴染みもしづらい。あのめっちゃわかります、はい、これは1枚で使うと厚い皮使っても、うん、もう皮の伸びたい方向に皮が伸びてくれるんで馴染みがすごくいいんです。なるほど、はい、これがね、皮として仕入れた時はこういう感じです。でっかー、はい、うん、これで牛も何歳ぐらいなんですか、これ。多分ね、2歳ぐらいだと思いますね。2歳、はい、2歳ぐらいでもう、大きくなるんですよね、肉牛なら。これ欲しいもんな、うん、これを持って帰る。これ欲しい、これ買い取られへんから。いや、これでじゃあ何足って言ったらやっぱ結構限られてきますよね。何足ぐらいできますかね。5足ぐらい取れる。1足、2足、3足、4足、5足、5、6ぐらい。そうですね、まあ、それぐらい、うん、5足、6足ぐらい。サイズにもよったりしますし、こう皮にもよってだいぶ違う。皮の大きさも一つ一つ違うんですよ、はいはい、大きさ形も。この時点でもローは入ってる。入ってます。これね、すごい面白い皮なんですよ。普通皮ってオイル入れてそれからオイルとローと混ぜるんですけど、これはローだけが入ってる。ローだけ、ね、芯まで染み込んでる。しかも珍しい、表面の艶出しとかではなくて芯までローを入れてるんです。でそういう意味ではすごい珍しい皮なんです ね, そうですよね。でローが入ってるからこうやってこう最初にローが入った後でちょっとシワをつけてるんですよ。そうなのでその時にエイジングしたなって感じるのは皮のこの元々の皮の状態がちょっと出てくる。あ、じゃあ俺のまだ全然エイジングしてないな、はい、これ元に戻っただけっていう、うん、そうでそれをさらに履いてるとまた本当の意味でのエイジングをします。うわ、俺もうめっちゃ育ったとか思ってたのに全然やったね。下で爆速で育ってるみたいなことを言ってましたね。戻っただけやったね。そうね、このエイジングが一変その靴になると結構つるっとなるんですよ。で濃淡も最初顔の時点で濃いところ薄いところがあるのも、後で釣り込みの工程見てもらえば分かるんですけど、はい、そこでちょっと熱が加わるんで皮の中のローが溶けてまたそのローがこう均一になって戻るんですよ。いや、もっとつるっとなる。新品の時もうつるつるでしたからね。ですね、ほんまに、うん、であんまり色ムラもないのが、うん、やっぱり履くとまた少しそういうのが出てくる。であとは履いて初めて生まれるシワとか色ムラもあるし、もともと皮が持ってるものが少し戻ってくるのもあるんで、そういう面白いエイジングします。そういうからくりやったんですね、うん、なるほどね。かなりね、こういう皮は他に見たことないです。あ、もうすごい、あの鈴木みちやですら見たことのない顔、はい、すごいな。さっきこうね、こう、はい、福太郎さんこうやってたけど実際に縫い合わされてるシーンを見てください。お、できてる、はい、わ、でもなんかまだ製品とはちょっと違いますね、この辺とかは、はい、基本平らな貝を縫い合わせてるんですけど、はい、これの場合はちょっとクリンピングしてるんですよね。で、それは曲げてる、うん、で縫うのはこの後ろの部分とこのゴム布、あ、ここですね、はい、ここどうなってんのやろ。あ、ここがこうちょっと、ここだけライニングがついてるのはゴム布を挟み込んで縫わなきゃいけないんで、ゴム布の周囲だけ裏側があります。ゴムとこの継ぎ目のところと、はい、それとここはヒールカウンターが入るから、ヒールカウンターってあの芯材が入るんで、芯材があそこに入ってっていう、カウンター入れるポケット、カウンターポケットっていうところ。へえ、面白い。あ、縫うところですかこれ。うわ、え、そっか、行って帰ってきての、うわ、綺麗やな、すごいね。うわ、じゃあ次にさっき作ったアッパーが、はい、木型ラストですね、はいはいはい、でその上で吊り込まれて、はい、靴の形になるところを見ていただきます。物語が佳境に来ますけど、はい、おお、これすげえ一気に工場感爆上げきたね、これ。太郎さんの一枚側、サイドゴアは、はいはい、何センチですか。
25.5 やったと思います。まさしくこれ、これです。これがその木型、これからできてると、はい、あ、これを履いてると、いつも俺をこれ履いてんねんや。結構ずっしりというかしっかりしてますね、これすごいな。これがその木型の上で引っ張られて、あ、じゃあ これがもうこうなってっていうことなんですね。そうですね。うわ、はい、靴に見えてきたもん。これはね、アッパーを仮止めします、ここで。あ、もうちょっとくっつけるというか、あ、この穴ってこの時にできるんですね。そうですね、よく、うん、はい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 、ドレスベスなんかの場合は上の方についてるからちょっと目立つんですけど、はい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 、おお、ここで止まって、はい、僕のにもついてますよ、この穴が、はい、不良品じゃなかったんですね、これは。穴開いてるっていう、はい、いや、でもね、そのいわゆる高級ドレスブスでも、うん、こうやってね、その釣り込む時の仮止めの穴って残ってることが多いんですよ、はい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 、でやっぱりよくそのお店で説明してもお客様はなかなか納得していただけないっていう話を聞きました。何にも知らんかったら、ね、ただ、まあ、これ現場を見ると納得していただけると思うんですよ。めちゃめちゃ大事よ、これ、うん、この機械はつま先を釣り込む、あ、トーラスターっていう機械。お、お、すげえ。いや、一瞬でなんか靴の形になってたな。おわ、すごっ。あ、思いっきりこうぐーっと引っ張るんですね。引っ張るんです、はい。イエー、うわ、めっちゃ靴の形、はい、で下からグーってすごい力で上がってくるので、おーおーそうで、底の部分をこの靴の場合は内側にああやってまとめる、はい、すごっ、うん、うわ、え、あそこないですか、大丈夫ですか。これ触らないで、これめっちゃ難しいです。触ってダメですね。うわ、すげえ、もう靴やん、これ。靴って感じで、はいはいはい、革が化けるって書くじゃない。書きますね。ね、で、それ、この工程がやっぱりその化けるメインの工程。いやー、ちょっと化けれましたね、はい、今最後。ガッてあっという間に。最終的にちょっと熱風当てて、で、中の銅をさらにこう、均等に混ぜ合わせるようにすると、はい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 、今、こう、濃くなってる部分とか、そうですね、ここが。うん、この、フルアップしてる部分とかが、うん、綺麗に、こう、同じ色に戻ります。なるほど、いやもうプルアップしてるやんとか思ってたけど、はい、治るんですね、これが。そうですね。なるほど、はい、ちなみにこれは、はい、さっきの部分、さっきはつま先釣り込んだじゃないですか。やってましたね。で、かかとを釣り込んで、かかともできて、こっちサイドも釣り込んで、ここを圧着できるように、はい、削って下処理してるんです。なるほど。で、これね、プライマーっていう下処理剤を3回ぐらいかけて、はいはい、で結構手間かけてしっかり圧着できるように、こうローが入ってるんで、あー、ローが入ってる、ちょっとつきにくいよ。他の革よりもつきにくいんで、そういう手間をかけて、いやで、まあ、ここにクッション材入れて、はい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 、はい、でそういう形であとはソール圧着するのみっていう、そういうもの。なるほど。うわー、すごっ。なんか、いや普段靴のこことか触る機会ないからすごいね。触ってたら靴破壊してる。確かに。いや、これは靴化け、革が化けてますね、これは。確かに今日あのね、大元のやつから見てきましたけど。そうですね、はい、これになってます。すごいな、うん、ちなみになんですけど、これどうやって抜くんですか。これそれはやり方があるんですか、はい、へー、抜いてみますか。あ、抜いてみますか。いいですか。はい、このピンがここにあるの。はいはい、こう刺してもらって、刺して、はい、でこのままこういう動作で、うん、いや、じゃあ行きますね、これ。あ、踏んで踏んで踏んで行きますね。ラストがカクって中で折れますので。折れるんですか。それは壊れたわけじゃないんで、はい、大丈夫、力入れて。あ、これでいいですか。はい、うわ、半分抜けた。こっからはもうちょっとゴッと、うおー、うわ、抜けた。伝説の聖剣が
はい、抜けました。うわ、気をつけて力グッと入れて。めちゃめちゃ硬いだけでここが動くんですね、はい、動きます。うわ、あ、すげえ元通りということで、はい、はい、いや革の源泉から手間かけてまで、いやすごい靴履いてたんやなって思いましたね、ほんまに。愛着もね、湧きますよね。いやそうですね、はい、だもう今の時点でね、だいぶこう足にも馴染んできて愛着もあるんですけど、これ見るとやっぱ違いますね。ということで、はいはい、またじゃあ靴あの、ね、ゆっくりお見せしますので。あ、はい、はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、はい、工場はお疲れ様でした。いやいや、もうめちゃめちゃ楽しかったです。大迫力。いや、ほんまに。なかなかね、見る機会ないかな。ないですね。はい、修理屋さんとかあっても作るとこって言ったら、ね、そうですね。なかなかないんで。で、まあ、さっき工場で見てもらったものを履いたやつがこれなんですよね。はい、うわ、俺のよりめっちゃ育ってる。で、福太郎さん履いてるやつの色違いですね。はい、色違いやけど、うん、これはもう、すごいですねこれ。そう、結構履いてるんで。え、どんぐらいこれとか分かります、はい、どれぐらい。それ半年ぐらいもうなんか毎日のように履いてる、履いてたんですよね。それ履きますね、はい、これは、はい、これはすごいわ、うん、こうなんねんよ。シワの入り方、シワがねだいぶ全体的に入ってるんで、まあ、シワの雰囲気は似てるけど、そう全然このね、あとは明るい、深みがね、うん、明るい色の場合は色の濃淡が分かりやすいから。分かりやすいですね、はい、履きじわと元々あるシワが両方現れるってこういうことなんか。こことか、そうですね、この今ちょっとこういうことか。いや、ええねそれプッシュせんでええねそれここが元の皮のこのシワやけど、こっちが履きじわみたいな、そういうのがあるんですよね。まあ、どこがどこか今となってはわからないですけど履かれすぎてわからないです1枚がサイドゴアは、はい、こういうタイプの靴で、はい、まあ、そのさっき説明したんですけど、ローがたっぷり入った革でできてるんで、はい、まあ、雨の日も強いですし、いいですね、ツヤも出やすいんでお手入れも簡単ですよね。いや、めっちゃ光りますねこれ、うん、いや本当ブラッシングだけこうしてればそれだけでも結構ツヤ出るし、そうですね。で、さらにツヤ出そうと思ったら普通のシュークリームで、透明のシュークリームででも磨いてもらえればいいんですね。それでね、はい、なるほど、うん。ただね、これロウがたっぷり入ってるんで水に強いんで、はい、必要ないかとは思うんですけど、はい、防水スプレーはしないでほしいんですよね。あ、防水スプレー NG で。で、防水スプレーにもいろいろあるんですけど、防水スプレーによってはそのスプレーの溶剤、溶剤に防水成分が入ってます。で、その溶剤がロウの表面だけちょっと溶かすと、溶かしちゃうんですね、そこだけ色が薄くなったりとかするので。あ、絶対ダメですね、じゃあもう。まあ、必要ないですよ、でも防水スプレーはい、はい、雨の日強いんで。なるほど、うん、でこれと同じ革で作られてる靴他にもあるので紹介させてください。タツノロウ引きレザー、はい、そう、タツノロウ引きレザーです。でこれがさっき言った工場で、はい、作ってるもう一つの方がこれです。いや見ましたよこれ、うん、いやこれ新品の時割とこうつるっとしてる印象やったけど、この履いてから、まあ、ちょっとスニーカー感じゃないけどちょっとこの何ていうんですかね、風合いというか、そう、同じ革なんでね、生きてる感じがすごいありますね。いいですね、うん、これこれはつま先も結構柔らかくなってますよね。まあ、それもでもなりますけどね、つま先も。これもですね、はい、いや、ことが全部に言えるけど入った後の方がいいですね、これ。やっぱりね、それね、厚手の革自体がそうなんですよ。あ、やっぱり厚手の革ってもともと頑丈にできてるんで、頑丈なものをこう長いこと使う、はいはいはい、使うために頑丈な革作られてるわけだから、いいですね、それはやっぱ使わないと進化が出ないっていうか、うん、なるほど、うん、これ野屋さんとかこれ並べた方がいいんじゃないですか。そう、いや、試し履きいっぱいしてもらえればみんなだんだんこうなる。みんなの力で育てるというそうですね、はい。でね、また別の工場で作ってるやつで同じ革、これはそれこそ今ね、福太郎さんが履いてるのと同じ革で作ってる。全然違う、うん、
あ、結構近いですよ。そんな違わない。いや、もうあのエイジングレベルが違いすぎてちょっと恥ずかしいんですけど、はい、確かにそうですね。あ、色がちょっと抜けてくる、ね、これはそうなってますね。なるほど、うん、やっぱ作りちゃうだけで、まあ、そのエイジングのなんていうか雰囲気の出方もやっぱ変わってくる感じがありますね。全然違うと思うね、うん、多少は違うんですけど、うん、あとはシワの入り方って変わって、どうしてもね、その、ね、他のブランドでもそうですけど、いや微妙に一つ一つ違うんで、あと、ね、まあ、あの履く方によったりとか、うん、それでも違いがあるんですけど、これがね、足成ダービーっていうちょっとあの、まあ、その今履いてもらってるのと同じ木型使ってる、指のあたりが結構楽な、はい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 、ちょっと幅広タイプの木型です。でもう一つちょっと違う木型で、もう少し、はい、あのスマートな、うん、あの細身の木型で作ってるのはこれで、これはコトホールカットっていう、コトホールカット、はい、すごっこれ。さっきのアシナルダービーとこのコトホールカットはまた別のメーカーさんで作ってるんですけど、なるほど、はい、これはね、ネイビーの色が、はい、これは1年以上履いてるんですけど、だん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 中に座れるような感じでこう汗ってきて、はい、いや、ちょっと茶身が出てる感じが出てますよね。ネイビーやのに茶身出てます。だいたいね、ネイビーの革、オイルドレザーをネイビーに染めると、だいたい時が経つにつれてちょっと緑っぽくなるんですよ、はい、でそれでこの辺りちょっと緑の色が出てます。黒かなって思ったら、そうか、緑っぽくなってんのか、うん、なるほど、まあ、かなりもともと濃いネイビーなんで、あ、なるほど、黒に近い見え方するんですけど、やっぱもう一つのその子とかで、はい、たくさん使ってる革が栃木レザーなんですよ。栃木、はい、レザーね、もう、で、東映さんに履いてもらってるそのスリッポンは、うん、あ、ごめんなさいね、脱いでいただいて、いや、久々に見たけど、はい、なんかええ感じよ。こう履いてますよ。これ結構人気の方ですよ。いいですね、はい、でこれはブラックの栃木レザー で、はい、でこれがキャメルこれは勝ちました、トウヤさん。いや、これ、まあ、革もすごい魅力なんですけど、うん、このソールの、そうですね、横の形も、はい、ちょっとこれ、うん、あれじゃないですか、レッドウィングの道屋スペシャルな感じ歩くないですか確かにちょっとここね、丸く削ってるんですよね。なるほど。で、まあ革ベースで、ここの部分はラバーがあるので滑り止めもすごく、まあ、いいですね、使いやすいタイプの、まあでもレザーベースのちょっとクラシックな感じのソール、 いいですね、うん、このソールはこれだけに使ってる。そうですよね、はい、いや、これええなって一生思ってたんですけど、もうやっぱここいいですねと思って、うん、そうですね、なんか革の感じが、そこ、革塗ってないから、いや、革の感じが結構雰囲気出ててめっちゃいいなっていう感じはありましたけどね、うん、はい、でこれは1枚革スリッポン、これも、ね、普通のスリッポンってどっかでハギが入るんですけど、はい、例えばこの、このヒールの部分でハギが入ったりとか、どっかでハギ入るんですけど、これも1枚革です、はい、まあもちろん1枚側のスリッポンもあるけど、ハギが入るものも結構あるんですよ。なるほど、うん、これも結構人気で、はい、人気です。なるほど、特にブラックが人気かな、これの場合は、あ、はい、結構ダービー系が人気なのかなって、同じ栃木レザーの1枚側ダービーですよね。これも確かに人気な、ね、うわ、すごい、これ、はい、これいいね、これ。これはね、多分同じ栃木レザーなんですけど、ここの部分結構こうゆとりがあるので、シワが入る余地があるんですよ。で、こう足と革とのスペースができるじゃないですか、はいはい、この辺り。そうするとすごくここにシワが入りやすい。これこうなったらぴったりフィットしてると、あんまりここまで深いシワ入らないですけど、こうでこうフィットしてて、はい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 、ここら辺にスペースがある場合に深いシワが入りやすい。なんでね、エイジングって本当にこう、ね、革によって微妙な違いもあるけども、履き方とか足とのフィット感とか、それでも変わってくるんですよね。でもそれも面白さですよね。そうですね、はい、あともう一つ同じ栃木レザーで、はい、これはアスカスリップ、アスカホールカット、アスカホールカット、はい、なるほど。うわ、柔らかっ、馴染んでるな、これ。これも革のソールで、ちょっとさっきのより厚めの革のソールで、ラバーで、まあ厚み革もこのか、あと張り出しが大きいから、はい、小刃が張り出してて、でソールが大きいのでちょっと重量感があります、はい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 、他のことがすごい軽いんですけど、これは結構重量感があって、はい、なるほど、まあね、本格的な靴と似た感じの、いや、そうですね、こうやっぱ、うん、横側がね、うん、はい、
で、あとですね、私が履いてるやつが、ごめんなさい、私が履いてるやつはちょっと違う革なんですよね。これがね、はい、あの姫路岡染めレザーって、岡染めレザー、はい、まあ岡染めって、革をドラムで芯まで、ドラムで染めるんじゃなくて、はい、ドラムから上げた革をこう上から染める感じ、はい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 、手ですり込んだりスプレーかけたり、まあ、いろんな染め方はあるんですけど、あ、手作業みたいな感じですか、うん、まあ、どっちにしても手作業っていう、はいはい、でそれで染めてる革で、はい、元はこういう明るい色なんですよ。明るいですね、はい、でそれをこう黒だったりこの色だったりあるいはブラウンだったりに染めてるもの。なるほど、はい、これはなんかそれを意識したわけじゃないんですけど、はいはい、作ってみたらこう平安時代にもこんな構造の靴あったんですよね。なんか朝靴っていうタイプの靴があって、はい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 、リアルことかよそう偶然リアルことかで写真のレザーなんで擦れたところがやっぱりちょっとこういいですね、これがエイジングの面白さですよね。でコトカってそうやって7社さんで分担して作ってるんで、はい、なかなかそのまとめてこう卸し販売するところがまだなくって、で、ね、少しずつやっぱりそれでもちょっと取り扱いしてるお店ができつつあるんですけど、そうなんですね、はい、メインの販路ってウェブサイトなんですよ ね、 でなんでぜひそのウェブサイトをちょっとご紹介いただければと思いますし、で大阪だったら、まあ、ここならですけど、はい、こうね、衣服の2人は大阪だから、はい、大阪にも試し履きできるところ、はい、よくご存知の通りあるじゃないですか、はいはいはい、なのでぜひちょっとそこも、はい、再度動画で紹介していただければと思います。わかりました、はい、じゃあ私は今日はここまでなんですけど、はい、はい、ありがとうございました。今日はありがとうございました、はい、本当にこちらこそお呼びいただいて、はい、本当にまたエイジングが進むのを楽しみにしてます。いや、ほんまにもう進んでたと思ったら、はい、全然やったみたいなんで、ね、しっかり履き込んでよろしくお願いします。はい、はい、います、はい、てください、はい、じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー奈良からね、場所を移動しまして、はい、今大阪の上新城の野屋さんっていうね、まあ、うちのチャンネルでも何回か登場している靴の修理屋さんに来ております。はい、まあ、ここで大阪ではコトカの、ね、試着もできるということで、少ないね、そうですね、なんで早速ちょっと野屋さんの方にお邪魔したいと思います。すみません、お邪魔します。お久しぶりです。こちら野屋さんの店主の池田さん。あ、池田です。ソラストマンの池田さんでございます。じゃあ今日はちょっと高速化を履かせていただきます。いや、今日ちょっともう道屋さんにね、はい、いっぱい紹介してもらったんですけど、めちゃめちゃ紹介してもらいましたね。他にもね、まだ紹介できてないモデルが。ああ、そうですね、これですね。お、俺はお気に入りやけどね。ギリシューズ、はいはい、ですね。結構この何だろう、攻めたデザインというか、うん、ちょっとなんていうかね、英国のね、そういうカントリー系のベースも匂わせながらもコトカ節満載な。出てきましたね。バブアに合ってるの？普通に今日いける？スコットランドグルーヴ出てるよ。いける。うわ、いいやん。いいやん。皆さんにね。エイジングした姿を見てもらえるようにエイジングしております。野屋さんちょっと動揺してまうけどなこいつ試着したのにめちゃめちゃギュッギュしてるやんね。いいですか？あ、もう全然踏み込んでください。お許しいただきました、うん、まあ、けどやっぱがっつり歩くような動作せえな、ちょっと試着のね、履き味って分かれへんもんね。靴屋さんでこうなりがちだね。そうそうそう、キーをね使って、そうそうそう、商品ですかね、あれ、うん、これはちょっとディスプレイということでね、うん、いやー、他ってどれでしたっけ。あ、これや、これいかつな、これ一番いかつモデルか、いかつモデル、これは一倍側文句。そうですね、はい、はい、これだけなんかめっちゃごついよね。なんか迫力えぐいよね。この外の出っ張りというか、せ、ね、り出しが大きいですよね。こんな感じで、はい、ちょっと今日のパンツとの整合性はあれですけど、え、けどかっこいいな、ちょっと、まあ色的にはね、色的にはこっちなんですけど、え、けどなんか思ったよりなんていうか使いやすそうやな。ああ、
パッと見なんかどういうデザインというかローカットエンジニアブーツぐらいの感じやったけど、意外と履いてみるとちょっとなんていうかサンダルっぽさというか感じもあって、すごいいいですねこれ。レザーソールやからやっぱ帰りも良くなっていくのかな。そうですね。で先芯もないんで、うわちょっと贅沢なものです。これおもろいな思ってたより。これでもなんか黒で今日も、うん、これでこうで完成みたいな感じあるな。ここが効いてるんちゃう、うん、これちょっと前さえあったらマジで試してみたかったなちょっとサイズとかあったりはなかったりは、そうですね、あるけど、ラストごとでサイズがちょっと揃ってるって感じですね。ことか見た目が特殊なだけあって履いてみないとわからないというか、履いてみたら意外とこうコーデに使いやすいみたいな、自分のスタイルに合ってるみたいなのが。これギリーとか、はい、もう意味わからんかったけど俺の中で。まあ確かに新しすぎるデザインよね。履くとなんか今もう今日ちょっと いけちゃった感ある。確かに確かにそういうのもあるんで、ちょっと大阪におられる方はぜひね野谷さんに遊びに行ってもろて、はい、で靴のね破損とかがあれば、あ、そうですね、修理出してもろて、はい、そうですね、道やカスタムというのもあるので、トヨカスタムもありますほんまや、トヨカスタム忘れないで。レッドウィングとヴィンテージオールデン持ってる方はね、ぜひカスタムしていただいてと。ちょっと狭いなまあドレス靴からワークブーツまでね、はい、得意とされてる靴修理屋さんなんで、はい、そのね修理してる事例の動画もうちのチャンネルで出してるんで、もう2、3個出してる。そうですね、はい、ぜひそれも見てってほしいんですけど、はい、まあ、まずね今回はこのコトカの試着をぜひ遊びに来る感覚ででもいいんで、はい、ちょっとぜひ野谷さんに足運んでください、はい、お願いします。ちょっとね長い動画だったんですけど、はい、視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。これマジでいいな